れ。子供には手を出さんでくれ。間に合ってくれ。落ち着け、鉄仮面。もう大丈夫だ。オークは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。幸運って、このありさまがか。これもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば生き残れるかもしれん。命あってのもの。自説を待てって言うのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする。みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして生き残ったところで、結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。その結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる、それは愚かだろうさ。でも待つことになれ。いつか抗おうとする心さえ失う。俺はもう出会った支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに、同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ、しかもただの剣じゃない。俺にしか使えない。でも一人では使えない強すぎる力、きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。みんなを巻き込むことになるかもしれないが。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ、鉄仮面。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。この繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの。トク、今口にしたことを忘れるなよ。あんな大きくなるよっていい出会いがあったか。あやつならもしかすると。
外といるもんだな。目的地に着いたわよ。なさそうな相手だな。この調子で行きましょう。
戻ってきたか。みんな待っている。早く帰れ。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか。ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても俺を誘ったか。誘うな。それはなぜだ。俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った和光堂を見つけたら逃すわけないだろ。それに今はもういなくなっちまったやつに、そいつにしてやれなかったことをお前にすることで俺自身償っているのかも。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。おかげで俺はここにいるんだ。そうか。さあ中に入れ。あ、うん。どうした。わかった。時が来た。狙うはこの国の鋭ビエゾの首、それのみだ。腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエゾには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か。一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる。どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。
お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。何のためにだ？何のためにお前は戦う？俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限り、きっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ？私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし、願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。さ、目的地に着いたわよ。なあ。おお。ふん、ありがとう。よしよし。あなた、
そういうのに興味あるの？ああ。よし、なかなか刺激的な出来栄えだ。リエザの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。測れなかったのね。邪魔よ。昇竜さん、マグナレイ下げろ。泣き払う。くれ昇竜さん。マグナレイ軍人剣、水の力。昇竜さん、力の差も測れなかったのね。まだ信じられない気分だ。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか。私はそんなものを感じてる暇はないの。これは最初の一歩でしかないんだから。5人の鋭全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ、そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないのよ。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より負けないためにどうするかを考える方が良くないか。それはそうだけど、やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。
ジルコたちは正面から敵を引きつけているはずだ。回り込んで潜入しましょう。くれないのカラスのジルファだ。撃ち取れ。ジルファ大丈夫かな。他人の心配をしている場合、私たちにうちにはやることがあるはずよ。ここにも作る。意外といるもんだな。俺たちも急ごう。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ。この先は何があるか分からない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。忘れないことに。
やらせない。決めて。先陣剣ギエンジン薙ぎ払う。燃えろ。マグナレイ水の力で。決めて。先陣剣白。これで終わりだ。すごいな。通れる。急ぎましょう。意外と優しいんだな。はあ？違うのか。茨で人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。何も知らないってそれはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろ。それが無神経だって言うのよ。な、いろいろ大変なんだなって。俺はその痛みがわからないから。悪気がなかったのは分かった。上の階に鋭の間がある。リエゾはおそらくそこよ。やるしかない。アブカオシカオ。私に任せて。はあ、やらせない。おかな。よし、今のうち。ごめん。決めて。これで終わりだ。治癒の術よ。この調子でいきましょう。やるしかない。この調子でいきましょう。ねえ。え、なんだ。思うことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え、内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。わ、笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。ファガン遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。ああ、あ、いや、 あれは何。何でもない。失礼の7人ね。失礼って勝手に勘ぐっておいて、その言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。
まだ兵士が残っているな。それでも少ない方よ。陽動がうまくいっているみたいね。みんな無事でいてくれ。おじけづいたの？違う、炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満？そういうんじゃないんだ。ただなんだろう、あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、そのおかげで鋭に挑めることを忘れないでほしいよね。言われなくてもそれくらい分かってる。だといいけど。とはいえ長く使えばそれだけ自分も焼かれる。治癒術が間に合わなければ危険なことになる。諸刃の剣には違いないわ。痛みを感じないからって気をつけなさい。心配してくれてるのか。いいこと。あなたには全てのスルドを倒す役目がある。こんなところで倒れられては困るの。それだけよ。問題なさそうな相手だ。上げろ、エンジン。キルファーの力で。エンジン剣速弾撃ち込む。はぁ、見えた。いや、ドローン撃ち込む。力の差も測れなかった。装備ね。火の精霊力を集めてるだけあってひどいやつだね。邪魔よ。アムカウスか。どういうこと。立てる。下げろ。マグナル剣。天神剣。どういうこと。下げろ。なあ。払う。どくなる。やれるわ。どういうこと。逃さない。こっちは終わりよ。なぎ払う。どういうこと。下げろ。勝てたか。
時間が惜しいわ。行きましょう。